こんばんは、YouTube のつぼです。では、本日はゲーム業界で気になったニュースを2つ取り上げたいと思います。まず1つ目は、PlayStation 5の予約の開始と価格に関してです。これはネットを含めた噂ですので、あくまでも確定ではないんですが、7月13日の月曜日に予約が開始されるという噂が一つあります。今回の PlayStation 5は光学ドライブ搭載モデルとドライブのないモデル2つあるんですが、このお値段の方も実は噂が出てまして、ドライブがついているタイプが5万円ドライブがないタイプが4万円、おそらく税抜きという意味だと思います。PlayStation 5、すごいスペックですし、デザインもとてもおしゃれだと思います。これだけの製品でありながら、このお値段っていうのが本当であれば、すごくリーズナブルだと思います。私は必ず、買いたいと思ってますし、期待して待ってます。二つ目の気になったニュースは、ソニーがエピックゲームズに2億5000万ドル、日本円で約270億円を出資というニュースです。やはりソニーがこの出資に踏み切った理由というのは2つあると思います。1つはフォートナイトというこのゲームソフト。もう1つは開発エンジンのアンリアルエンジン。この二つに対して、やはり影響力であったり、何か、つながりを持ちたいということだったんだと思いますね。まず、フォートナイトに関しては、全世界でものすごい人気がある、ということだけでもなく、先日、海外のアーティスト だと思うんですが、そのゲーム内でライブをしまして、それが大成功しました。その影響で、そのアーティストの音楽がまたさらに売れたという形で、しっかりとした、数字、成果を出しています。ここにやはりソニーは目をつけたんだと思います。ソニーは音楽事業もやっていますから、同じようにソニーが抱えている、楽曲であったりミュージシャンを使ってフォートナイトでライブをして、シナジー効果を発揮していくというのは十分考えられます。次にアンリアルエンジンなんですが、こちらゲームの開発エンジンとして非常に優秀なだけでなく、映画にも使われているようでして、ソニーは映画事業もやっていますから、そういう点でもアンリアルエンジンを持っている、アンリアルエンジンの知見を深めるというのは、ソニーにとっても大きなプラスになると思います。ソニーは大企業でありながら、ベンチャー企業のようなスピード感、チャレンジ精神を持っている会社です。とても面白い会社ですので、今回の出資でまた新たな展開、エンターテインメントを見せてくれるのか、非常に楽しみですし、僕自身すごくワクワクしています。今後の展開がめっちゃ楽しみです。では、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。